マルクス・アウレリウス帝の凱旋式のレリーフ。羽を持つ精霊が皇帝の頭上に描かれているカイサルの凱旋の一部。アンドレア・マンテーニアが1482年から1494年。英国王室コレクションローマの凱旋式は古代ローマにおける市民儀式及び宗教的典礼であり、国家の勝利に貢献した司令官を民衆の前で称えるイベントである。 凱旋式の日、将軍は、レガリアとして、月桂樹の冠を被り、金紙で刺繍した紫色のトガを着用した。これはその将軍が、半ば神聖で、君主に近い存在と認められていたためであり、その顔を赤く塗ることも知られている。凱旋将軍は四頭立ての戦車に乗り、非武装の兵士、捕虜、戦利品を従えて、ローマ市内を更新した。 最後にカピトリヌスの丘のユーピテル・オプティムス・マキシムス、ユーノー、ミネルーア神殿で神々に対して犠牲と勝利の証拠を捧げた。共和制ローマ時代のフソのイ風に従い、このような特別な時間であるにもかかわらず、将軍はローマ元老院、市民、神々の代理として威厳を持ちかつ謙虚に振る舞った。同時に凱旋式は、 宗教的及び軍事的儀式としてだけでなく、自己宣伝のための特別な機会を提供した。ほとんどのローマの祭日は、暦で決まっていたが、凱旋式を行う日は自由であり、勝利からできるだけ早く実施された。パレードの他に、祝宴、競技会なども開催された。共和制後期になると、ローマの拡張に従って、各将軍が競い合うようになり、 外戦式は長期間かつ豪華になり、数日間にわたり、公共の競技会や祭りが続くこともあった。訂正が始まると、外戦式は帝国の秩序を反映し、皇帝家族のみが実施できるものとなった。外戦式の様式は中世以降にヨーロッパの王族が真似るようになった。共和制ローマにおいては、真に例外的な勝利に対して最高の栄誉が与えられ、 凱旋将軍として半ば伝説的な人物とみなされた。実際、将軍はその日の王であり、半ば神聖なものとされた。彼は王政ローマの伝統的な王位の象徴である鐘で、刺繍した紫色の戸が月桂樹の冠、赤いブーツを着用し、ローマの最高神ユピテルカピトリヌスを表すために顔を赤く塗った。四頭立ての戦車に乗り、 同僚と拍手を送る大衆が見守る中、ローマの街中を更新し、カピトリヌスの丘のユピテル神殿へと向かった。捕虜と戦利品が先に進み、ローマ軍兵士は後に続いた。カピトリヌスの神殿に着くと、ユピテルのために2頭のお牛を池にへとし、ユピテル像の足元に勝利の印を置き、その勝利を元老院、ローマ市民及び、ローマの神々に捧げた。 外旋式の実施日は、ローマの宗教的儀式、祝祭とは無関係に決められた。ほとんどの場合、実行可能な最も早い祭先の良い日に実施されているようである。伝統的に、ローマのすべての神殿が外旋式の期間中は開けられていた。式典は、ある意味では、ローマのすべての神々が分かち合うものであるが、特定の祝祭や記念日に重なることも避けられなかった。 これらのいくつかは偶然かもしれないが、意図して特定の日に行われた場合もあった。例えば、3月1日は、軍神マールスの誕生日であり、シルーア・アルシアの戦いに勝利して、共和制ローマでの最初の外戦式を挙行した、プブリウス・ワレリウス・プブリコラの外戦式の日でもあった。共和制ローマではこの他に6度、外戦式が3月1日に実施されており、さらには、 伝説的な初代の王、ロームルスの最初の凱旋式も3月1日に行われたとされている。グナエウス・ポンペイウスは彼の3度目で最も輝かしい凱旋式を自身の誕生日に実施するために数ヶ月遅らせている。宗教的側面は別として凱旋式の中心は将軍自身であった。式典は一時的なものではあるが将軍をいかなるローマ人より 行為に昇華させた。この栄誉に預かれるのは極めて限られた人であった。スキピオアフリカヌス以来、外戦将軍は、アレクサンダー大王、及びすべての人類のために虫無,無欲の奉仕をした、半身半人の英雄ラ楽レースと関連づけられた。彼の豪華な戦車には、妬みや見物人の悪意を避けられるように、弾痕が飾られていた。時には、こういう奴隷を随伴させることで、 将軍は今日絶頂にあるが、明日はそうであるかわからないということを思い起こさせることもあった。ローマ初期の凱旋式は、凱旋将軍とその兵士を戦利品と共に祝う単純なパレードで神々に対する何らかの捧げ物で終了した。王が軍事指揮官であった王政時代の伝説的あるいは反伝説的な勝利に対する凱旋式は、このように行われていた。 ローマの人口、国力、影響力及び領土が拡大するにつれ、外旋式の規模、期間、バリエーション、パレードの贅沢さも増していった。パレードに参加する人々は、おそらくは夜明け前に、カンプス、マルティウスに集合した。予想外の遅れが出たり事故が起こった場合は別として、可能な限りゆっくりとしたペースで更新し、途中決められた場所で何度かパレードは停止し、 最終目的地であるカピトリヌスの丘のユーピテル、神殿に向かったが、その距離は4トル弱であった。外線パレードは、非常に長く、ゆっくりと進むことが知られていたが、長い場合には2日または3日かける場合もあり、時にはそれより長い場合もあった。パレードの距離自身も延長される場合があった。古代の資料、現代の研究ともに、標準的な行列の並び順は、 以下の通りとしている。まず敵軍の指導者、その同盟者、捕虜となった兵士が歩くが多くの場合鎖で繋がれており、このうち何名かは処刑されるかあるいは長期間晒し物にされる場合もあった。続いて捕獲された武器、甲冑、金銀、彫像、敵国の奇妙でエキゾチックな宝物がこれに続く。また戦争の重要な場所とエピソードを描いた絵画、 肖像、模型等も同時に展示される。次の列は、元老院議員と政務官で、いずれも徒歩で行進し、それに赤いローブを着たリクトルが続いた。リクトルのファスケースは、月桂樹で飾られていた。その後に外戦将軍が4等立ての戦車に乗って続く。戦車には、公的奴隷が同乗したり、場合によっては、将軍の小さな子供が同乗することもあった。 主官や年上の子供たちは、戦車の近くを馬に乗って行進した。その次が非武装の兵士たちである。兵士たちは、尖姿で月桂樹の冠をかぶり、勝利。と昭和し、またげ品な歌を歌った。パレードの途中のどこかで、ユピテルに捧げるための完璧な二頭の白いお牛が、加わる。お牛の角には、金箔が貼られ、花輪で飾られていた。 パレード中はずっと音楽が奏でられ、甲が炊かれ、花吹雪が舞った。パレードの費用と管理に関してはほとんど知られていない。その莫大な費用の一部は国庫から支出されたが、その多くは古代の資料が詳しく述べる。将軍自身の戦利品で負担されたと思われる。一旦戦利品が売却されると、これらの動産はローマ経済に大きな影響を与えた。 オクタビアヌスがエジプトに勝利した際は、その戦利品の売却益のため金利は下がり、土地の価格は上昇している。古代の資料は、外戦式のロジスティクスに関しても何も伝えていない。例えば、数日にわたる、外戦式の間、兵士や捕虜がどこで食事をしまた寝たのか、数千の慣習が、最終日のユピテル神殿での儀式まで、どこに泊まっていたのか、などは不明である。 以下の経路は何人かまたは多くの外戦将軍のパレードの経路を現代の研究をもとに再現したものである。実際の経路はローマ市内の再開発や建物の建築、あるいは外戦将軍自身の選択によっていくらか変わってくる。出発点はカンプス・マルティウスであるが、ここはローマ市の宗教的な境界線の外側にあり、西はティベリス側に接していた。 パレードは凱旋門を通って市内に入り、ポメリウムを越える。ここで将軍は軍事指揮権を元老院と政務官に返還する。凱旋通りを通ってカピトリヌスの丘の南側にあるフラミニウス円形広場とウェラブルムを通過し、大戦車競技場に向かう。おそらくは処刑される捕虜はマメルティヌスの牢獄で列から離れたと思われる。そこから、 メインストリートであるウィア桜に入り、フォルムロマヌムに至る。最後にカピトリヌスの丘に登って、ユピテル神殿に到着する。生贄の儀式と奉納が完了すると、パレードの参加者や監修は、外旋将軍が主催する宴会、競技会や、その他の催し物に散らばっていった。多くの外旋式において、外旋将軍は、パレード後の宴会を彼自身の負担で開催した。 一般市民を対象とした宴会のほか、上流階級のための宴会も開催され、時には予通し続けられた。ハリカルナッソスのディオニュシオスは、彼の時代の宴会と、ローメルスの時代に行われていたであろう、宴会を退避させている。ローメルスの時代には、市民は家の前に、お帰りなさいの意味で食卓を出し、凱旋してきた兵士たちは行進中に、 食卓から食卓へとつまみ食いをしていた。マルクス・テレンティウス・ウアロは、紀元前71年のカエキリウス・メテルスの外戦式において、彼のおばが五千話のつぐみを提供することによって2万、セステルティウスを得たと述べている。いくつかの外戦式では、戦争前あるいは戦争中に行った神々への誓いが実現したことの返礼として、ルデが行われることがあった。共和制時代には、 その開催費用も外戦将軍が負担した。マルクス・フルーイウス・ノビリオルは、アエトリア同盟に対する勝利を記念する外戦式において、10日分のルデの開催費用を負担している。エルサレム行為戦の勝利を記念して、紀元八十二年に建設されたキトゥスの外戦門の一部ほとんどのローマ人は、大勝利自体を見たことはなかったが、その象徴は、ローマの心理的。 物質的文化に浸透して行った。外戦将軍たちは、高額なコインを鋳造し、その名声と気まの良さを帝国全体に広めた。ポンペイウスが実施した三度の外戦式はその典型例であった。一つはアウレウス金貨であり、コインはアフリカを象徴する月桂樹で縁取られており、中にポンペイウスの横顔、左側には彼の称号である。 マグヌス、偉大なの文字、彼の終身感触であるワウグルの象徴である、先端が湾曲した棒と水差しが描かれている。裏側は、プロコンスルの文字と勝利の女神ウィクトリアと共に、戦車に乗る姿が刻まれている。デナリウス銀貨には、リトゥースと水差しに加え、三つの戦利品が描かれている。別のコインには、彼の、世界征服の象徴として、 勝利の花に囲まれた世界が刻まれ彼の勝利によりローマの穀物の供給が守られたことを示す穀物の下水が描かれた。共和制時代には外戦将軍が勝利のレガリアを着用するのは外戦式当日のみでありその後は指定のアトリウムに飾られていたと思われる。また特別な葬儀を行う権利も得た。その葬儀では 将軍の棺の後を彼の先祖の仮面をつけた俳優たちが続き、他の俳優が勝利の冠、とが将軍の仮面をつけて彼自身に踏みし、彼の勝利の偉業を再現した。ただ、これ以上の栄誉は権威を受けた。ポンペウスは勝利の花を大戦車競技場で着用する特権を得たが、敵意を持って迎えられた。ユリウス・カイサルは何時でもどこでも、 勝利のレガリアを着用する権利を得ていたが、これが君主制復活の兆候の一つとみなされ、このためにカエサルの暗殺を正当化する者もいた。帝政時代になると皇帝はその地位、県に神聖性を表すためにレガリアを着用し、皇帝礼拝の中心的存在となった。公共用の建築物や記念碑も勝利を末長く記憶させた。ポンペイウスは、 戦利品の売却駅で、ローマ最初の石造りのポンペイウス劇場を市民への贈り物として、紀元前55年に竣工させたが、その回廊と中列は、彼の勝利を記念する像、会が記念品の展示場でもあった。劇場には劇場を、自身の個人的な神であるウェヌス・ウィクトリクス神殿が併設されていた。その1年前に、 ウェノス・ウィクトリクスを描いたコインを鋳造している。ユリウス・カイサルは、ウェノス女神は、彼の守護神であると同時に祖先神であると主張した。彼は、カイサルのフォルムに、新しいウェノス・ゲネトリクス神殿を建設し、紀元前46年の4度目の凱旋式の間に、これを寄贈した。カイサルの後継者で、ローマ帝国最初の皇帝となったアウグストスは、 アクティウムの海戦の勝利を記念して、ギリシアのアクティウムの海岸に戦場を見下ろすように戦勝記念碑を建てた。六角したエジプトの軍船から取り外した聖堂の昇格が海側の壁から突き出ていた。皇帝は次第に深刻化されるようになるが、これはアウグストゥスが疑似的な君主制を開始したことに始まる。ティトゥスの外戦門は第10代皇帝。 ティトスのエルサレム行為戦の勝利を記念して、紀元82年に第11代皇帝エドミティアヌスが建設したものだが、ユダヤとの戦いは第9代皇帝ウェスパシアヌスとの共同作業であった。その超国石板にはエルサレムの神殿からの欧州品と宝物を見せる外戦パレードが描かれている。この時の戦利品の売却利益の一部は、 コロッセウムの建設費用に充てられた。他の石板には、深刻化されたティトゥスの葬儀が描かれている。これに先立ち、元老院は大戦車競技場にも、ティトゥスの勝利を称える三重の外戦門を作ることを決定していた。共和制時代の伝統では、ローマ元老院のみが、外戦式実施の許可を出す権利を持っていた。戦いに勝利し、 凱旋式を希望する将軍は、その胸を伝える使者を元老院に送った。公式には、凱旋式は決出した勝利への見返りとして実施された。勝利に加えていくつかの条件が満たされれば、時と場合により異なるようだが、国庫から資金が提供され、少なくとも公式のパレードの費用は元老院が支払った。ほとんどのローマの歴史家は、 元老院での議論内容と投票結果、民会での承認を記している。このようにして、元老院とローマ市民は国家財源と将軍に対する資質あるいはその抑制を行うことができた。いくつかの外線式は大きな議論もなく完全に認められている。いくつかは、元老院が認めなかったものの、将軍自身が市民に直接アピールしまた自身の資質で、 協議会の開催を約束することにより、結局は実施されている。多くの場合は、長々とした議論の後、拒絶あるいは承認されている。将軍も元老院議員も共に政治家であり、ローマの政治家は、協力、裏切り、非公式の取引、賄賂などで悪名高かった。元老院での議論は、外戦式の伝統、洗礼そして妥当性であった。 将軍自身の政治的、軍事的権力や人気、さらには外戦式を実施した場合のその後の影響も議論された。元老院が外戦式実施を許可する正式の外戦式法があったわけではないが、ワレリウス・マクシムスは少なくとも一つの戦闘で五千以上の敵兵を倒した場合にのみ実施できると述べている。帝政時代になると外戦式は 帝国の権威と正当性の人意として、より政治化された。外戦式に代わって、将軍は、障害戦式を実施できる場合もあった。兵士は伴わず、ウェヌスの銀媒下の花冠と政務官のキルトが、プライテクスタを着用して、徒歩で、市内に入場した。紀元前211年、第二次ポエニ戦争のシュラクサイ包囲戦に勝利した、マルクス・クラウディウス・マルケルスは、 外戦式を求めたが、彼の軍はまだ、シケリアにあって、外戦式に参加することは、不可能であった。元老院は代わりに感謝祭と障害戦式を提案した。その前日に、マルケルスは、非公式にアルーアノサンで勝利を祝っている。彼の障害戦式は、正規の外戦式の一部を実行したものであった。パレードでは、主落祭包囲戦を描いた、大きな絵、使用した。 工場兵器の実物、六角した石板、金銀、宝石、彫像、豪華な家具などが展示された。カルタ越えの勝利の象徴として、八頭の像がパレードを先導した。彼のヒスパニアとシケリアの同盟軍兵士たちが金の冠を着用して加わった。彼らには、ローマ市民権とシケリアの土地が与えられた。紀元前71年、スパルタクスの乱を鎮圧した。 マルクス・リキニウス・クラッススは、障害戦式を実施し、ユピテルの勝利の王冠を着用しその栄誉が、称えられた。障害戦式も、外戦式と並んで、外戦式記録に記録されている。外戦式記録のセグメント XX。第一次ポエニ戦争部分外戦式記録は、アウグストステ統ト地下の紀元前12年頃に、フォルムラマヌムに建てられた石板である。石板には、 外戦式を実施した将軍の名前、父と祖父の名前、勝利した相手、または場所、外戦式実施日が記録されている。一部の欠損はあるが、紀元前753年の半ば神話的なロームルスの外戦式から、紀元前19年のプロコンスルであるルキウス・コルネリウス・バルブスの外戦式までが記載されている。アウグストゥスのファスティの断片にも、ローマと イタリア半島の属州での外旋式が記録されており、保管資料として使われている。多くの古代の歴史的な記録も外旋式に触れている。そのほとんどは、彼らの指導者の道徳的な教訓を知らせるために書かれており、外旋式の進行プロセス、パレード、慣例、それらの意味に関する正確な記述は少ない。この詳細な記録の欠如のために、異なる。 時期の様々な不完全な記録を用いて一般化された外戦式の様子を再現するのが精一杯である。外戦式の起源と発展は不明な部分が多い。ローマの歴史家たちは最初の外戦式を伝説時代に遡らせており、あるものはローマの建国にまで、あるものはさらに古いとしている。語源研究家は兵士が繰り返し昭和するトリンペは ギリシア語のトリアンボスがエトルリア語経由で伝わったと考えている。プルタルコスや他のローマの資料は最初の凱旋式を初代のオーロームルスがカエニアの王アクロンに勝利した際としている。帝政初期の詩人オイディウスはディオニューソス、バックス神がインドを征服して帰還し、トラが引ク戦車に乗り、マイナデスやサチュロス、その他の様々な酔っ払いが取り巻くという、 愉快で詩的な凱旋パレードを描いている。アッリアノスはディオニューソス人の祭りに加え、アレクサンドロス大王の凱旋式にローマ的な要素を加えたものと考えている。ローマの多くの文化がそうであるように、ローマの凱旋式もエトルリアとギリシアの影響を受けていた。特に凱旋将軍が着用した紫色のトガは王政後期ののエトルリア系王のトガに由来すると、 考えられる。現存する、定政時代に作られた、外戦式記録には、欠落部分があり、王政時代のものも完全ではない。初代の王、ロームルスの二度の外戦式の後、十一行が、欠落している。次の記録は、第四代の王、アンクス・マルキウス、第五代タルクイニース・プリスクス、第六代セルウィウス・トゥディウス、そして、 最後の王タルクイニューススペルブスの凱旋式である。ファスティは王政時代からすると5世紀も後に作られたものであり、おそらくは公的に認められていた記録をいくつかの資料から集めて編纂されたものと思われる。同様に現存する最古の王政時代の記録も数世紀後に書かれたものであり、異なる伝承や功績を議論、再構築したものである。例えば、 ハリカルナッソスのディオニュシオスは、ロームルスの外戦式を3度としているが、ティトゥス・リウィウスは一度も実施していないとし、その代わり最初のスポリアをピーマの栄養を与えている。倒した敵の武器と甲冑は、ユピテルに捧げられた。プルタルコスは、ロームルスの外戦式は一度とし、戦車が使われたとする。タルクイニウス・ゴーマン王は、 ファスティでは二度の外戦式を実施したことになっているが、ディオニュシオスは実施していないとしている。第二代の王で平和愛好家であったとされる沼、ポンピリウスが外戦式を実施したという古代の記録はない。ローマの貴族たちは傲慢王たるクイニウスを追放し、王政は終了した。彼らは王が持っていた権力と権威を自身で分かち合うことにして、政務官が選出されることとなった。 政務官の最高位は、定員二人の執政官であり、他の政務官同様に任期は一年で、連続した再選はできないこととなっていた。危機や緊急の場合は、元老院が一人の独裁官を選んで権力を集中させることもあったが、それでも永久に保障された王の権力には、比較できなかった。独裁官に5回就任したマルクス・フリウス・カミルスは4度の、 外戦式を実施しているが、彼でさえも罪を問われて最後には、ローマを追放されている。後の資料によると、紀元前396年の外戦式において、ユピテルとアポロにのみ許されていた4頭の白馬に、戦車を引かせたことが問題視されたとされる。少なくとも、後には、そのような伝承ができた。外戦将軍の振る舞いは、その同僚貴族たちから厳しく監視されており、 ついたちだけの王を超えるようないかなる兆候も警戒された。共和制中期から後期になると、ローマの征服事業に伴う拡大は、政治、軍事的野心家たちに、格好の自己宣伝の機会を提供することになった。例えば、ローマ最初の海外遠征となった第一次、ポエニ戦争では、合計16回の外戦式が実施されている。共和制末期になると、外戦式は、 さらに頻繁に実施され、豪華でお互いに競い合うものとなり、その展示の仕方も前回のものを上回るように工夫された。ローマ社会と政治において、外戦将軍を祖先に持つことは、それが遥かな過去の場合であっても、非常に有利であった。共和制末期の政治家、哲学者キケロもこれを指摘している。ローマの歴史家たちにとって、壮大な外戦式での見せびらかしは、 ローマの伝統である農民の美徳を損なうものであった。ハリカルナッソスのディオニュシオスは彼の時代の外旋式は古来の伝統からあらゆる点で逸脱していると述べている。道徳形は対外戦争の成功はローマの権力、安全保障、そして富を増やしたかもしれないが堕落したどによくさと浅はかさをもたらしたと嘆いた。リヴィウスはこのような堕落は 紀元前187年のグナエウス・マンリウス・ウルソの外戦式から始まったとしている。そこでは一般市民にガラティアの衣装、フルートを演奏する少女、その他の魅惑的な晩餐の娯楽等が提供された。ダイプリニウスはここに食器棚と一脚テーブルを追加しているが、ウルソからではなく、それよりやや早い紀元前189年のスキピオ、 アシアティクスの凱旋式で1400ポンドの銀色器と1500ポンドの黄金の器が用いられたことが贅沢化の始まりとしている。グナエウス・ポンペイウスの3度の凱旋式も贅沢で物議を醸すものであった。最初のものは紀元前81年のシキリア族州、紀元前80年のヌミディア王、ヒアルバスに対する勝利を称えたものであったが元老院の議論は割れた。 しかし、ポンペイウスの被護者で終身独裁官であったルキュスコルネリウススラの後押しで許可された。この時ポンペイウスは24歳のエクイテスに過ぎなかったが、これはスキピオアフリカノスの34歳を大幅に上回る最年少記録であった。ローマの保守派は早すぎると反対していたが、多くは彼の若くしての成功を卓越した軍事的才能を 神の恵み、彼個人の活力の現れと見ており、熱狂的な支持者も多かった。しかし彼の凱旋式は計画通りには進まなかった。彼の戦車はアフリカでの勝利を記念して像が牽引することとなっていたが、これは伝説的なバッカスの凱旋式をも上回るものとなったであろう。しかしその巨体のために像は凱旋門を通ることができず、 ポンペウスは一旦下車して、馬につなぎ替えるまで待たねばならなかった。この失態は彼に対する批判者、また一部の兵士をも喜ばせたであろう。なぜなら、ポンペウスは、自費で母兵した3個軍団を率いていたが、兵士たちは給与の支払い問題で、判断寸前であったためである。そうではあっても、支払いに対する彼の格好たる姿勢は保守派の間で、 彼の評判を高め、ポンペウス自身もポピュリズム政治の教訓を学んだようである。彼の2回目の外旋式は、紀元前71年であったが、その際の部下に対する現金の支払いは、過去のすべての記録を上回るとされた。プルタルコスによるとその額は信じられないほど高い。兵士1人当たり6000セステルティウス、士官に対しては500万セステルティウスが支払われた。 ポンペイウスは紀元前61年に第三次ミトリガテス戦争の勝利を祝う自身3度目の凱旋式を行った。その規模は彼の競合者たちだけでなく過去の彼自身の凱旋式をも上回るものであった。それまでの伝統では凱旋式は1日で完了するものであったが、この凱旋式は2日にわたり贅沢な戦利品の展示を行った。 プルタルコスは、この凱旋式は、ローマの代表者としてのポンペウスの世界制覇を示す、ものであり、その業績は、アレクサンドロス大王をも凌ぐと述べている。ダイプリニウスのことでは、真珠で覆われた、東方の豪華な宝物のような彼の巨大な彫像は、後の彼の屈辱と暗殺を予言させるものであった。マルケスドス・アグアス宮殿のフラマン人の、 タペストリーカイサルの暗殺後の紀元前27年、オクタヴィアヌスは永久的なインペリウムを手に入れ、永久的に元老院の長となり、アウグストゥスの称号を得た。前年にオクタヴィアヌスは、マルクスリキニウスクラッススの外旋式を伝統的な基準に照らせば全て満たしていたにも、かかわらず、一旦阻止していた。厳密に解釈すれば、帝政ローマにおける将軍は、 支配者であるインペラトールである皇帝のレガトゥスに過ぎなかった。アウグストゥスは、この勝利は最高指揮官である自分の勝利であると、したが、クラッススには、自責の栄誉を与え、紀元前27年に外戦式を認めている。クラッススは、バスタルナエの王、デルドを一騎打ちで倒しており、ローマ最高の栄誉であるスポリアをピーマを得る権利を有していたが、これは与えられなかった。 外旋式記録に掲載されている最後の外旋式は、紀元前19年のルキウス・コルネリウス・バルブスのもので、ある。これ以降、外旋式も皇帝礼拝制度に吸収され、最高軍事指揮官である皇帝のみが、その栄誉を受けることとなった。皇帝制度においては、アウグストスが共和制ローマを救い、再建したこととなっており、彼の外旋式を高級的なものとして祝った。 また、安定、平和、そして、未曾有の繁栄の時代を担う、アウグストゥスの軍事的、政治的、宗教的リーダーシップを認めた。それ以来、特に非難されることもなく、外戦式は皇帝一家の特権となった。皇族以外の将軍は、外戦将軍検証かあるいは、クラウディウス帝時代のアウルス・プラウティウスのように、障害戦式が認められた。 元老院は、このような場合の議論と評決は言ってはいたものの、実際には結果は、あらかじめ決まっていたと思われる。帝政時代には、外旋式の数は激減した。クラウリウス帝による、紀元44年のブリタンニア征服を祝う、外旋式から、トライアヌス帝の死後に行われた、外旋式まで70年以上実施されず、さらにその次は、166年に実施された、 マルクス・アウレリウス帝のパルティアに対する勝利を祝う外戦式であった。帝政後期になると外戦式と執政官助人や皇帝の公式都市訪問等の他の皇帝儀式が組み合わされるようになった。何人かの皇帝は在位期間中常に移動しており、ローマにはほとんど帰らなかった。キリスト教信者の皇帝であるコンスタンティウス2世は350年に 定位散奪者であるマグネンティウスに勝利したが、数年後の357年に初めてローマに入り、まるで彫像のように戦車に乗って、凱旋式を行った。テオドシウス一世も散奪者、マグヌス・マクシムスに勝利した後、389年6月13日に、凱旋式をローマで実施した。詩人クラウディウス・クラウディアヌスのホノリウス帝に対する、称賛の演説には、 ローマで実施された西ローマ帝国最後の凱旋式のことが含まれている。ホノリウスは404年1月1日に彼の将軍であるスティリコが西ゴートをアラリック一世にポレンティアの戦いとウェロナの戦いで勝利したため彼の6回目の執政官就任祝いを兼ねて凱旋式を実施した。キリスト教の殉教物語によれば聖テレマックスが この外戦式中に検討士闘技会を中止させようとして群衆に殺されているが、これ以降検討士闘技会は廃止されている。しかし438年に西ローマ帝国皇帝ウアレンティニアヌス三世が検討士闘技の中止令を再度出していることから完全には禁止されていなかったのかもしれない。545年、すでに、 ビザンツ帝国となって150年近く経過していたが、ユスティニアヌス一世は将軍ベリサリウスに外戦式の栄誉を与えたが、その際に極めて新しいキリスト教とビザンツ文化の要素を取り入れた。ベリサリウスはバンダル王国の王ゲリメルに勝利し、アフリカ属州を取り戻した。外戦式は首都コンスタンティノープルで実施された。6世紀の歴史家プロコピオスは、 ベルサリウスに使えていた目撃者であるが70年にティトゥス帝によってエルサレム神殿から略奪されたメノーラーも含む戦利品がパレードに加わったと述べている。これらの宝物はティトゥスの凱旋式の後はローマの平和の神殿に保管されていたが455年のバンダル族によるローマ略奪の際に強奪されていた。ベリサリウスはこれを取り戻していた。 宝物自体は、ウェスパシアヌスミカドとその子である、ティトステイの外戦式を思い出させるものではあるが、ベリサリウスとゲリメルは、障害戦式の時のように、共に、徒歩で、パレードに加わった。パレードは、ユピテル神殿の池にへの儀式で終了するのではなく、コンスタンティノープルの大戦車競技場が終点であった。そこでは、外戦将軍は、皇帝の前にひざまずき、 キリスト教の祈りが行われた。ありがとうございます。